ああ、ちょっとやり直します。ただいま。ごめんなさい。ちょっと、いろいろ、予想外なことが起きてしまい、インスタライブうまくいかなかったので、もう一回やります。ごめんなさい。みなさん、ただいま。帰ってきてくれた？すみません。兄から電話が来たせいでインスタライブを途中で止めて、皆さんからのコメントが届かなくなったので、もう一回やります。カレンダーのさ、いい話してたのにさ、開封の儀してたのにね。見えてます。みんなは見えてる？声届いてますか？すいませんね。こんな時間に眠いのに。あ、こっちゃんもまだ起きてくれてるの？明日休みかな。すいませんね、皆さん。こんな遅くまでお付き合いいただいちゃって。ありがとうございます。鼻つまんで喋ってください。なんでやねん。まだ慌てるようなんで、ほんと？言っちゃうよ。そんなもんなんか夜中までやっちゃうよ。なんつって。で、まあ、さっきほどね、開封の儀をやっていたんですが、私の本題に入ります。平ゆなカレンダー2023が、このように、特上カレンダーで発売します。でですね、うん、コメント読めてる。ありがとう。んで、これが表紙でございまして、でも今回は私も、プロデュースに入らせていただいて、結構、セルフプロデュースをしたので、スタッフさんたちと打ち合わせをして、こういうカレンダーにしたいと言いまして、なんでね、ちょっと、さっき見ててくれた人、6用ねって伝わってる。ありがとうございます。お兄様しゃあないねってほんとやってくれるよね。さっきまで会っててさ、それで電話来て、今からインスタライブやるからかけてこないでって言ったのにかかってきたからね。まったく。藤沢さんカレンダー予約しますって、そんな、ありがとうございます。営業妨害、まさにそれ。お兄ちゃんね。久しぶりのカレンダー5年ぶり。いや、1年ぶり？去年だけ出してないんだよね。明日日曜日だからお休みか。よかったよかった。じゃあ、お付き合いしてくれるんだ。ありがとう。っていうわけで、この裏面がこういう風にちゃんとメモをね、書けるスペースがあるカレンダーにしました。で、ちゃんと録用が書いてあったりとか、祝日の昭和の日とか、天皇誕生日とか、私が結構そういうの気にするので、書きました。あとは、結構プライベートな写真があったりとか、私が描いたイラストがどっかにあったり、今年うさぎ年なんで、隠れうさぎがいたりするかもしれないです。カレンダー大人っぽい、そうかな？表紙だけね。とか、普段読んでる本を読んでるショットがあったりとか、あと、私は、神社をお参りすることが結構多いので、10月の神奈月は、ちょっと普段、プライベートでお参りさせていただいた神社の写真をコラージュしていたりとかしております。何ですか？ゆなさんの卓上カレンダーは開運グッズとして家の各所を置かせていただく予定より、そんな大さん、いやいやいや、恐れ多いです。そんな、
ありがとうございます、素敵なことを言っていただいて。みなちゃん体気をつけて、ね、優しい、ありがとうございます。皆さんもどうぞご自愛くださいとか、ちょっとね、あのワンちゃんを連れてるショットとかもあります。はい、私のペットのように可愛がっている盆栽ちゃんとのショットとか、結構小物だったり私服ショットもあったり、りなちゃんの声聞きながら寝落ちする。じゃあ子守歌歌いましょうか。おやすみ。4月から何月まで、4月から2024年3月までのカレンダーです。うわ、買うね、ありがとうございます。みんなそれでね、あのカレンダーは2月4日に発売するんですけど、今絶賛、2月4日にカレンダーお渡し会イベントをします。あー、フェグーリさん、はーい、ヘロー、Long time to see. How are you? トルコ語忘れちゃったな。なんだっけ。ティッシュくれー。伝わったかな、フェグリさん。相変わらず関西弁、関西弁じゃないです。結構喋ってますから。あとね、カレンダーの撮影中に、四つ葉のクローバーをスタッフさんが見つけてくれて、幸せの四つ葉のクローバーと一緒に撮った写真とかあります。写真見たいでしょう。ちょっとそれは何月が見たい、何月が見たい、どっかの月だけじゃあお見せします。特別にね、今日だけ。どっかで買えますかは、私のインスタのプロフィール欄に URL 貼ってるので、そこからか、あとこの後ストーリーでも更新します。あとはツイッターからも飛べますね。それでゆなちゃん描いたイラスト楽しみ、そんなに楽しみにしていただかない方がいいです。絵心は消してないので、ゆなちゃんの誕生日に印ついてますか。なんでわかったの、すごっ。それで、平氏です。それで、そう、話が途中だったんですけど、ごめんなさいね、ちょっとコメントいっぱい読んでたら話が止まっちゃった。皆さんありがとうございます、いろいろと。チューショットチェキもあるよね。ゆなちゃんは神主さんなんだよね。ちょっと山川海の渡し会から、そう、あ、そう、渡し会ね、そう、その話をしなきゃいけない。2月の4日にお渡し会イベントをさせていただきます。それで渋谷、東京の渋谷にある渋谷モディの6階にある HMV&BOOKS 渋谷で、その日1時からと2時からの2部制でイベントさせていただきます。ご購入いただいた皆様にお渡し会あって、でその特典、なんか1冊券と3冊券っていうのがあって、特典が変わってくるんですけど、その特典内容はホームページに記載されているので、ぜひそちらをチェックしていただけたらと思います。それでですね、このカレンダーは1冊3000円でございます。でそのイベントに来ていただく方には生写真も2枚ついております。プライベート写真なんですけど、漬物はないの。あと